皆さんこんにちは、ピアニストの高木理代子です。この度ですね、4月に私の3枚目となるジャズアルバム The Piano Story をリリースいたしました。そして今回のこのアルバムのレコ発ライブが7月20日木曜日にビルボードライブ横浜で決定いたしました。今回のアルバムはですね、1作目2作目の私のアルバムに引き続きストレートアヘッドなジャズアルバムとなっているんですが、半分は高木理代子のオリジナル、そして半分は、心地の良いジャズスタンダード、それから、超絶技巧のピアノアレンジに挑戦した、楽曲高速ピアノのアレンジや、それからですねクラシックのショパンの名曲スケルツォを、なんとジャズアレンジにしたアクロバティックなものなど、とてもチャレンジングな意欲的な作品になっております。今回はこのレコーディングにですね、日本のジャズ界トップミュージシャンである、ベース井上陽介さん、そしてドラムス則武博之さんという本当に素晴らしい、お二人とレコーディングをいたしました。そして今回の7月20日ビルボード横浜はこのトリオにて出演をいたしますので、ぜひぜひ皆さんきっとここ一番のライブになるんじゃないかと思うので遊びに来てください。この後もですね、日本全国ツアーをこのトリオにて回るんですけれども、すでに大阪、京都、名古屋は終了したんですが、この後九州地方、それから、四国、中国地方はピアノソロで行きます。その後は、東北地方と、それから北海道とね、このトリオで回りますので、でも、関東地方はこのビルボードライブ横浜が、一本勝負となっておりますので、ぜひ関東の皆様はビルボードにお集まりいただけたら嬉しいなと思います。それでは皆様のご来場、楽しみにお待ちしております。